ついに代表監督が大谷選手に賛辞を送ったぜ。何を言ってるのよ。代表監督が大谷選手を褒めるのは当たり前じゃない。え？初めてのことだと思ったんだが。いやいや、マリサ、大谷選手への愛で溢れていると言われたほどの人物よ。ん？森保監督は大谷選手への愛を語っていたのか？え？森保監督？ああ、森保監督の話をしていたんだぜ。なるほどね。確かに森保監督が大谷選手に対して言及するのは異例よね。だな、今回は森保監督の発言や48人の負傷者が発生した思わぬ試合についても見ていきたいぜ。なんか今回も色々と気になるわね。まずは森保監督の話を見ていきたいわ。でも野球選手を称賛するなんてすごいわね。その通りだぜ。J1 リーグ第32節の川崎対新潟の一戦を視察した後、囲み取材で言及したんだ。日本として世界と戦う大谷さんは誇らしいって言ったんだぜ。すごいわね。それほどまでの衝撃を日本スポーツ界に与えているのが大谷選手なんだぜ。野球界の至宝だけど野球界を超えてスポーツ界に影響を与えているのね。その通りだぜ。ところで霊夢は誰のことを思ったんだぜ。そりゃあの元日本ハムファイターズの。ああ、それ以上言わなくてもわかったんだぜ。あの人だな。ええ、そのあの人で会っているわよ。それは大谷選手への愛で溢れているな。でしょ。その話をすると止まらなくなるから森保監督の話に戻すんだが。ええ、それで森保監督の反応はどうだったのかしら。端的に言うとサッカー界に勧誘したんだぜ。その気持ちはわかるわよ。その会見の中で森保監督は、そろそろ野球ではなくサッカーをしてくれないかなと。野球ではいろいろやり尽くしたと思うので、リフティングする動画を以前見たこともありますし、サッカーもできるんじゃないのかなと。と冗談交じりではあるんだが、それなりに本気で勧誘していたんだぜ。サッカーと野球の二刀流か。恐ろしいわね。なんだかできそうな気がしてくるところが大谷選手の怖さであり凄さだな。でもサッカー界がここまで大谷選手に反応しているのは意外だったわ。確かに欧州の方では不人気スポーツであることは事実ではある。それは認めなきゃいけない。残念だけどそうね。ただ日本人選手や日本のサッカー関係者は日本で育っている以上、なんだかんだで野球に触れている。そうなの？それに小中学校でサッカーをやっていた人あるあるなんだが、グラウンドが繋がっているから。確かに繋がっている学校は多いわよね。だから野球ボールがサッカーグラウンドに来ると誰が投げ返すか、ちょっとした争いが起きる。え？普段使わない筋肉を使う動きになるから楽しいんだろうな。なるほどね。だからこそ日本代表選手も例外なく野球を認めている。それは意外だったわ。いがみ合っているのはお互いの競技のファンだからな。選手同士はお互いにリスペクトしているんだぜ。そういえば大谷選手もリフレッシュでリフティングしていたわね。そうなんだぜ。逆もしかりで、野球選手もサッカーをリスペクトしているんだよな。意外だったわ。特に日本代表の本田圭佑選手は日本のトレーニングジムで大谷翔平と交流したり、え？牧野氏は渋滞している道路で大谷選手から手を振られることもあったそうだ。ちょっと待って。ん？なんだぜ？本田選手って？本田さんや、本田氏じゃないの？ああ、本田選手はまだ引退宣言はしていないからな。選手といっても何らおかしい話じゃないんだぜ。そうだったのね。ああ、大谷選手はすでに世界トップであって、日本人選手でそのレベルに到達している選手はいないんだぜ。それはそうよね。サッカー界で大谷選手と同じ次元に到達する可能性があるのは久保選手かな？と思うんだぜ。確かに彼なら世界一のサッカー選手になれるかもしれないわね。バレンシア戦で見事今季にゴール目も決めたし。そんな久保選手が所属しているソシエダなんだが、監督が変わるかもしれないんだぜ。そうなの？ああ。ソシエダのロベルト・ウラベ SD は信頼は揺らいでいないと発言はしているんだが、この成績だからね。このような成績で現役監督を続行できるのはクラブから全幅の信頼を得ている監督だけよね。特に欧州のサッカーは競争が激しいからな。ダメならすぐに変えられてしまう。激しい競争社会だもの。でもそれだけの騒ぎならメディアも何かしらの反応をしているわよね。まさにその通りだぜ。スペインメディアは、ソシエダは今のルアルグアシル監督を引き続き信頼しているが、すでに3人の後任が浮上している。ユディ、ガルシア、グレアム、ポッター、セルジオ、コンセイソンがオラベ SD が考えている主要な候補だ。個人名まで出ているわね。あれ、ポッターって？ああ、
ブライトンの元監督でチェルシーでも監督を務めていたな。だよね。なんだか聞き覚えがあったもの。そしてこの後に各監督の特徴も記載していて、ソシエダのファンとしては新しい指揮官に来てほしいのが伝わってくるんだぜ。これ以上成績不振になって荒れないことを祈るわ。巫女の祈願だとご利益がありそうだぜ。だがな、霊夢。うん、今季はすでにとんでもない衝突が起きているんだぜ。え、そんなことあるのかしら？イタリアのサッカー専門メディアが報じているんだ。イタリアのメディアってことは？そうだぜ。今回の暴動の舞台はセリア A だな。ジェノアとサンプドリアによるジェノバダービーで発生してしまった。ダービーならまあそういうこともありえるわね。横断幕をめぐるいさかいがきっかけだったようでな。ウルトラスと呼ばれる両チームの熱狂的なサポーター22人の負傷者が発生。警官隊やスタッフを合わせ36人の合計48人の負傷者が出たんだぜ。大惨事じゃない。ああ、ここまでの暴動が起きることはないと信じたいが。何が起きるかわからないわね。ダービーで情けない試合をして挑発されてしまうと同じようなことが起きるかもしれないな。怖いわよ。それで処分はどうなったのかしら？現時点で決まっているのは両クラブのホームゲームに試合が無観客試合。さらにはサポーターの遠征時には制限がかかるかもしれないんだぜ。困った人たちもいたものね。その行動で愛するクラブを傷つけるとは思わないのかしら。本当だぜ。最終的に困るのは愛するクラブなんだから。ぐっとこらえてほしいよな。そういえばファンの不満といえばリバプールの遠藤選手はどうだったのかしら？ああ、そういえば、遠藤選手の起用をめぐってファンが起用してほしいと不満を漏らしていたな。ええ、ガラパオカップで起用されたのは知っているけど、その後のメディアの反応はどうなの？そうだな。さすがに試合からしばらく経つと多くのメディアが反応したんだぜ。どんな感じなのかしら？まずはフランスメディアだな。遠藤航はスロットの間違いを証明した。彼の最初のシーズンは印象的だったにもかかわらず、監督はスビメンディにアップグレードしたいと決断した。しかし、8月のブレンドフォード戦で監督が遠藤を試合終了間際に投入してから彼の状況は好転し始めている。ものすごく高評価じゃない。それなりに評価はされるだろうなとは思っていたが、このメディアはものすごく高い評価をつけているんだぜ。でも間違いを証明したなんて書かれたら監督のプライドを傷つけないかしら？さすがにそれで起用しなくなるなら器が小さすぎるぜ。さらにこの内容には続きがあるんだぜ。おそらく監督が衝撃を受けたのは、カーティス、ジョーンズと並んだ遠藤の中盤がいかに落ち着いていたのかということだ。すぐに先発の座を争うことはないかもしれない。しかし、あまりにも監督が遠藤を早く見限ったのは完全に間違いだったことを証明した。と今後は起用されるであろうとの評価を下しているんだぜ。すごいわね、このまま起用されるようになってほしいわ。そうだな。だがこのままリバプールにいてもサブで留まってしまう可能性が高いんだぜ。スロット監督が明らかにスタメン固定監督だものね。ああ、そこで割って入るのは並大抵のことではないだぜ。ものすごい衝撃を与えてようやくチャンスをもらえるかどうかのレベルだものね。その通りだぜ。スタメン固定タイプの監督は気に入れば固定でスタメンをもらえるが、そこまでの道のりが遠いわよね。遠藤選手は粘り強い選手で粘り強いタイプだから、リバプールに残る決断をする可能性も高いんだが、茨の道よね。そのような中で注目されているのは日本代表の元キャプテン長谷部誠氏だぜ。何か言っていたのかしら？長谷部氏も似たような経験があるんだぜ。8戦連続ベンチ外も経験しているからな。それで長谷部氏は何を言っていたのかしら？当時のコメントにはなるんだが、移籍問題で揉め、結果的に残留になるとベンチにも入れず練習もさせてもらえない時期もあった。それでも日本代表でキャプテンとして示さないといけない。説得力がない部分を感じて、すごく悩んで苦しい時期だった。と語っているんだぜ。なんだか似ているわね。だが遠藤選手はここまでひどい状況ではないからな。確かになんだかんだで出場できているものね。それに加えて昨季の活躍もあったから、サポーターからの信頼も厚い。そうよね。そして前回のガラパオカップの一戦においてはリバプールの専門メディアが、渡る、遠藤のウェストハム戦のデータはアンフィールドでの印象的なパフォーマンスを物語っていると大絶賛。すごいじゃない。さらにはこのメディアはベンスボクサック記者の言葉を引用してこのように続けたんだぜ。今夜のリバプール戦で遠藤は最も多くのデュエル、6回に勝ち、最も多くのリカバリー、7回を達成した。またパス成功率は 95% だった。
とデータも用いて絶賛している。この数字は普通じゃないわね。リバプールの6番として間違いないわね。その通りだな。さらに話は続くんだ。求められれば我々を失望させないということだ。クワンサーのオンボールには見逃せない関与があったが、それでもチーム内にこれほど強力な選手がいるのは幸運だとしているな。これはもしかして専門家目線ではバックアッパーとして贅沢すぎる選手だと言っているようなものだぜ。もしかしたらここからかなり厳しい戦いにはなるが、先発出場をめぐっての本格的な争いに加わることができるかもしれない。そうなってくると楽しみね。一つのタイムリミットは冬の市場が開く12月末だからな。そこでどのような立ち位置を得ているかで今後の身の振り方が変わるだろう。今後が楽しみね。